財団法人静岡総合研究機構は解散した日本の特例財団法人。略称は SRI 静岡総研。静岡総合研究機構は静岡県知事が所管する特例財団法人である。地域の行政系シンクタンクを標榜しており、自主研究や受託研究に加え、情報誌の発行やセミナーの開催など、多様な調査研究を行っている。 また、フォーラムの企画、運営や学術研究への助成などを通じて学術の振興を促している。基本財産出演金のうちおよそ9割以上を静岡県が出資しており、残りの2.7%を市町村の出資が占め、1.9%を民間からの出資が占める。本部は静岡県静岡市青井区の木星会館に設置されている。事務局のもとに、 研究、学術グループと総務グループの計2グループが置かれている。静岡総合研究機構は1984年に発足した。初代理事長には、後に日本長期信用銀行専務や長銀総合研究所理事長などを歴任することとなる経済学者の竹内博士が就任した。設立以来、調査、研究活動を展開するとともに、 学術の進行にも取り組んできた。2010年度の事業活動収入だけで1億7000万円強に達している。しかし、2011年度の事業計画において、受託業務の減少や低金利に伴う基本財産運用収入の低下等を懸念材料として挙げ、公益財団法人への移行もハードルが高いとの見通しを示し、2012年3月に解散するとの 方針を打ち出した。この発表を受け、静岡県知事の川勝平太は、経済上、立ち行かないとの理由で解散を決めたのはショックと、発言した上で、静岡総合研究機構の調査研究機能については、静岡県立大学に関する構想を明らかにした。2012年3月末をもって解散し、研修部門の機能は、県が直営で行っている。 カッコ内は在籍当時の代表的な役職、配分以降はその他の代表的な役職を示す。ありがとうございます。